DJ ジョボがお送りしますモバイル DJ 大学。本日は、Black Eyed Peas の新作 Translation、 こちらの、ね、音源が非常に良かったので皆さんに、いち早く紹介したいなと思います。はい、もうこのね、Black Eyed Peas の Translation、 もういきなりグラミーを、狙えるレベルになってますね。前作のリリースが、2018年 Masters of the Sun Volume 2、2年ぶりになるんですけどね。前作はもうかすりもしなかった、全然売れないアルバムになってしまったんですね。でもうブラックアイドピース自体がもう僕おしまいかなと、もうだんだんこれで下火になっていって名が消えていくんではないだろうかと思っていた矢先のこのアルバムのね、この挽回というのはちょっと僕はもう心打たれまして、これはもう紹介するしかないと思って本日取り上げてます。アルバムはですね、2020年6月19日に配信されてるんで、今日今これ収録してるのが22日なんで、3日前にリリースされたばかりのね、湯気が出たほやほやのね、リリースされたばかりのアルバムです。全体をね聞いた、まあ私個人の印象としては、まあ今一番世界的にメインストリームの音とされてる、まあレゲトンとかラテンビート、アフロビートね、ああいったビートが、収録曲15曲中の9割を占めてます。これがまず驚いた点ですね。それから、ゲスト参加しているゲストの面々、これがねほとんどがもう今めちゃくちゃ売れてるラテンのトップアーティストばっかり。要するにこのアルバムっていうのはもうラテンアルバムなんですよ。要するにね、ブラックアイドピースというともうヒップホップのアーティストとして今までね散々こう印象が皆さんの頭にあるはずなんですけど、かなりラテンの方に方向をガッと変えてきたっていうのがもう戦略的なのか何なのか分かんないんですけど、まあそういった内容のパーティーアルバムというところで紹介していきます。なのでね、まあ、ヒップホップの影かなり薄いんでね、そこだけちょっとご承知の上、聞いておいてください。メンバーはですね、まあ、今までの男性のメンバー3人に加えてファーギーが、2010何年でしたっけ、5年とか6年ぐらいに脱退しましたよね。でその代わりに前作から、J. Ray Soul というね女性のボーカリストが、代打というかね代用されていたんですけど、今回の作品からは本格的にメンバーとしてね参加されたようで、彼女は今回ね7曲で、歌を披露してます。はい、そしてその他に、どんなゲストアルバムにねゲストが客演として参加しているのかっていうのをねちょっと今から紹介していきます。まず J Balvin、 もうこれはね、もう今本当に一番ホットなラテンアーティストかもしれないですね。Mi Gente という曲で、あれは2017、8年ぐらいに、Will I Am と、一緒にコラボしてるんですね。多分その流れでね今回一緒にやるようになったと思います。次 Maluma、 Maluma も本当に今売れてますね。僕も本当に DJ やっててしょっちゅう彼の曲はかけます。一番ね彼の曲で盛り上がる曲がFelices Los Four っていうね、チャンスがあったらね聞いてみてほしいですけど、これ絶対盛り上がるんですねこの曲ね。次、オズナですね。オズナは、プエトリカンで、去年だったか一昨年だったか、タキタキ、あれはもう、世界のポップチャートでめちゃくちゃ、セレナ・ゴメスもね参加してたやつですね。タキタキで客演してて、まあそれまでもすごい知名度はあったんですけど、この曲は決定づけましたね。あとニッキージャム、ニッキージャム もう本当に X とか、あと El Amante とかね、あの辺の曲はもう本当に
ラテンの定番中のパーティーソングで僕しょっちゅうかけてますね。あとエル・アルファという、ドミニカ人の、比較的新人のアーティストが、客演で1曲入ってますね。メジャーラダーの、ケ・カロアという曲、去年かな一昨年かな、めっちゃパーティーチューンの曲で彼ゲストとして客演していて、そこで多分ね一気に知名度上がったアーティストなんで今回一緒にやってるのかなと思います。あとベッキー G、 ベッキー G はどっちかというと彼女の歌は最初あのティーンエイジャーのポップのアーティストとして売り出そうとしたんですけど、ラテン寄りに、ね、ちょっとシフトを変えてからすごい売れ出したんですね。ベッキー G、まあメキシコ系のアメリカンラティーノですけど、なかなか この彼らの BET とブラックアイドピースと一緒にやるっていうのはちょっと意外だったかなという気はします。あとも超大御所の、大御所の大スターシャキーラですね。シャキーラも参加してるっていうのはもう本当にねこのアルバムの、気合の入れ方というのか、もうここにかけてきたっていうのがねわかりますね。ヒップホップ勢では、タイガと、フレンチモンタナ、タイガに関しては、まあ、今一番、お客さん呼べるというか一番注目を集めれる、ヒップホップアーティストですね。印象が非常に良い彼の場合で、フレンチモンタナに関しても、あまり毒々しくないので、いろんなアーティストの客演やってますけど、まあ、ビジネスうまいですねフレンチモンタナはね。はい、そしてこのアルバムの制作人、制作プロデュースに関してですが、もちろんメンバーの Will.i.am 今までずっとね制作してきてますし、このアルバムも、15曲中12曲で彼のクレジットがあります。そして彼の片腕というか、ね、一緒にずっとやってきているね、ジョニー・ゴールドスティン、彼も一緒に共作というかコープロデュースという役で今回クレジット大半を占めてます。その他に2曲でプロデューサー迎えてまして、1曲はジャマイカ人のロシアンというプロデューサーですね。バーブスカーテルとかバーニーとかね、あの辺の人気のレゲエアーティストのプロデュースをしている方、もう一人もう DJ スネーク、これはね極めつけ、DJ スネークの音は今回もうバッチリ、コンセプトにマッチしてますからね。 DJ スネークはもう、ここに自然に馴染んできたプロデューサーかなと、Lean On、タキタキ、その他もろもろヒット曲いっぱい出してますね。はい、こういった制作陣でまとまってます。で、まあメンバーも大体分かって、制作もね、今お伝えしたようなメンバーもう完全ラテン系のアーティストで、丸め込んできたというとこ。そしてこのアルバムからのねシングル、まずファーストシングルは、リトモという、曲で、2019年10月11日去年の10月にリリースされまして、この曲はね Bad Boys for Life という、映画のサウンドトラックとして、起用されました。全米のシングルチャートで最高26位まで来ましたね。特徴的なのがこの曲のサンプリングなんですけど、イタリアのねグループでコロナっていうねグループが いたんですね以前で、 The Rhythm of the Night という曲の、もろサンプリングなんですけど、まずイタリア人のねこのコロナっていうねグループが、このファーストシングルの曲の大々的に起用されてるっていうところがまず一個ちょっとすげえなという、偶然だなというふうに思いましたね。はい、この今偶然だなというお話は後々につながってるんで、ちょっともうちょっと聞いててくださいね。はい、そしてセカンドシングル、マーマスイーターフューチャリングオズーナ&ジェイ・レイ・ソウ、こちらは2020年4月10日なんで2ヶ月前、今収録してる2ヶ月前にセカンドシングルとして封切られたもので、全米のシングルチャートでは
総合チャートでは90位止まりだったんですね。ただ全米のラテンチャートでは3位までいってるんですね。なのでこのやっぱりラテン層に支持がある音っていうのはもう間違いないんですよね。このセカンドシングルで物語っています。はい、これはマドンナの La Isla Bonita という曲をまともにサンプリングしてくれてますね。はい、これがセカンドシングルで、現在サードシングル3枚目のシングルが今出てます。これは、出たばっかりですね。6月21、今日22日に収録してるんで昨日出たばっかりですね。Feel the Beat という曲で、ゲストにマルーマ迎えてます。こちらまだねシングルとかの、順位付けというのは来週おそらく出てくるのかなと思うんですけど、僕の予想ではねそこまでこの曲は上に行けない気はします。他にねもっといい曲があるんですね。そっちの方が多分来ると思うんですけど、この曲をサードシングルにカットしてきたのはなかなか冒険かなという。これはねリサリサ&カウトジャムの、Can You Feel the Beat という曲を、モロサンプリングしてますね。はい、まあ昔のこのね80年代とかのサンプリング非常に多いっていうのが特徴的。これを最近のラテンとかアフロビートにね乗っけて、ブラックアイドピースの色に染めていくというね。でゲストはラティーノみたいな、そんな感じですね。はい、その他のサンプリング、その他の曲のサンプリングもお伝えしますとね、 Vida Loca という曲で、これはニッキージャムとタイガーを迎えた曲なんですけど、リック・ジェームスのスーパーフリーク、デレレレレデンデンケンタシですみたいな、あの MC ハマの方が日本ではね有名かな、あの曲をまともに使ってくれてますね。はい、あとサラブレイトという曲、これは、マイアミサウンドマシーンの、コンガという曲ですね。これはねモロ使いではないんですけど、なんか似てるなと思って、見たらやっぱりクレジットがちゃんと入ってましたね。80年代の大ヒット曲ですね、マイアミサウンドマシーンのコンガ。そして、マブティフューチャリングフレンチモンタナ、この曲では、リップルの I don't know what it is but it sure is funky という、これはもう名曲中の名曲ですね。オーラオーライエーオーラオーライエーっていうねっていう曲をサンプルしてまして、もうこれはもうパーティーチューンというのはもう狙ってきてるなって感じしましたね。はい、そしてこのアルバムをね15曲全部聴いた僕のねもう感想というのをね最後にお伝えしたいんですけど、全部のね15曲中の14曲までは思いっきりパーティーチューンなんですよ。もうめちゃくちゃ踊れる楽しい曲ばっかりなんですけど、15曲目がねこれがちょっとね度肝を抜かれたんですが、コロナのねこのコロナ禍の世界のこの問題について問題定義をしているっていうね曲で最後締めくくるんですね。はい、それがねあのニューストゥデイという曲なんですけど、このね歌詞の中に、I can't breathe っていう I can't breathe、ジョージ・フロイドさんのねあの最近あった事件、これはねこの歌詞の中に入ってるのはおそらく偶然なんですよ。ちょっと時期的にそんなキンキンに対応できるわけないので、それを考えるとかなり偶然にこのフレーズが歌詞の中に入ったんですけど、そこがね偶然的にも入ってるっていうのはねもう超能力者かっていうレベルですよね。はい、なのでこのアルバムの最後にこういったコロナの問題定義とかを持ってくるっていうこと自体もこのアーティストの意識の高さというかね、アルバムの完成度の高さとかそういったものをね感じました。はい、2020年をね代表するパーティーアルバムになることはもう間違いないと思うし、
このねアルバム1枚持ってれば、家でねパーティーするのも OK、 あと DJ も絶対持っててほしい、あとはもうフィットネスとかインストラクターの方もこのアルバムに入ってる曲のねいっぱい使える曲あるんで、ぜひぜひチェックしてほしいなって思うのと、あと僕はね、このアルバムが果たして、ヒップホップでグラミーを取るとは思えないんですよ。ノミネートされるのもヒップホップとかではないと思うんですね。なのでこのアメリカンヒップホップアーティストがラテン部門でグラミーにノミネートされるのかっていう、なんかそういった楽しみもちょっとあったりとかして、ここまでね、こだわり抜いた、ラテンのパーティーチューンを集めたねアルバムが出てきたっていうのですごい楽しみだし、これからもちょっとねまた聞き込みたいなと思ってます。はい、今日はね、ここまでとなります。ご視聴ありがとうございます。 DJ ジョボでした。 See you.